you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you! Aye, aye, Captain! Oh! Who lives in a pineapple under the sea? SpongeBob SquarePants! Absorbent and yellow and porous is he? SpongeBob SquarePants! If nautical nonsense be something you wish, SpongeBob SquarePants! Then drop on the deck and flop like a fish! SpongeBob SquarePants! Ready? ようこそビキニタウンへ。普段は平和な海底の町、今日は小さな黄色い主人公を中心にとても恐ろしいことが町に降りかかろうとしています。とうとうこの日がやってきたな。ついにカーニバーガーの秘密のレシピを盗み出すための素晴らしい計画を思いついたぞ。そのせいでビキニタウンが破壊されても仕方のないことだな。俺様が発明したロボットコピー機3000でロボットクローンをたくさん作り出し、そして破壊と混乱をもたらしてやるぞ。最後にもう一度チェックリストを確認しておこう。確認その1、プランクトンは天才か。その通り。チェック完了。スイッチを起動するぞ。ようこそ俺様の忠実なるロボットたち。待てよ、記念写真を撮っておこうじゃないか。ん？おいおい、何のつもりだ。おいおいおい、待て待て、俺様がボスだぞ。海の親だ。やめろやめろ、俺様の食器が。うわあ、今日もロボットとお馬さんのおもちゃで遊んで楽しかったね。うん、でもどっちがどっちだったかわからなくなるよね。もし本物のロボットで遊べたらすごくない？名前はロボジュニア、いやゾーロン、あとはフランキーだね。おもちゃのロボットには飽きてきたし、ねえ、ここにロボットを入れたりしたらどうかな。おお、それはすごく愉快だ。わわ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 、これはただの貝じゃないよ。願いが叶う魔法の貝なんだ。わあ、すごいねパトリック。まずはここにおもちゃのロボットを入れるんだ。オッケー。それから魔法の呪文を唱えて魔法の貝を振るんだ。オッケー。それで寝るんだ。朝になったら本物のロボットができてるはずさ。パトリック、まだ魔法の呪文を唱えてないと思うんだけど。もう唱えたじゃん。オーケーが魔法の呪文だったの？前はアラカザマアラバロウィーズのディンキータナフィッシュバーググリドルビッツフォンワイナーシュナウザーだったけど、いつも噛むんだ。うまくいくと思う？いくよ。先週すごくお腹が減ってる時に大きなクッキーのかけらが一つしかなかったから、それを魔法の缶に入れたんだ。それで魔法の呪文を唱えて振ったら、朝にはクッキーの小さなかけらがいっぱいあったんだ。パトリック、明日は間違いなく最高の一日になりそうだね。おやすみスポンジボブ。おやすみパトリック。そして次の日、ロボットと遊ぼ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 ロボット、わーお。あー、ゲイリー、君がやったの？ああ、ゲイリー、大変なことになったみたいだね。この状況をどうにかするには、いろんなことを学ばないといけないみたいだ。マオ。いいアイディアだね。この看板を見れば大事なヒント。でも、どうやって。マオ。ああ、そうか。このボタンを押せば看板。マオ。また君と話したいときは、近づいてこのボタンを押せばいいんだ。
もう少し信用してよ。風みたいに爽やかだ。ああ、自分の町の騒音ほどいいものはありませんね。あっちへ行け、スポンジボブ。俺の思考スペースを汚すな。またカーニバーガーの秘密のレシピを盗もうとしてるな、プランクトン。まったく懲りないやつだな。俺はもっと大きな獲物を狙ってるんだ。ロボットはどこから？どこから？さあな。だが、絶対それは…じゃあロボットを止めて…フォークはダメだ。もちろん鉄…黄金のフライ返しだって。契約成立だ。何をもっ…スポンジボブ、ロボット騒ぎのせいでカニカーニは沈没。ええ、だがお前は騙されやすいから助け、お前の宝箱
履けるようになったぞ。これはすごい。新品のスポンジになったみたいだ。スポンジボブ、バブルな手を貸すため。シャボン君、ジャイアントモンキーマンを倒して九次元を守るつもりなら。でも僕は。ああ、ごめん。新しいシャボン玉の。そう、このボタンを押せばまっすぐジャンプし。わあ、キラキラ。パトリック、靴下って今踏んで。ああ、あれな、それがなくなったやつ。ほとんどなくなった。ロボットがたくさん。もちろんさ、パトリック。そしたら靴、つまりフライ頼んだよ。おう、これを取り返したからパトリックが喜ぶな。クラゲ畑に広がる緑の丘、時にはトゲに触って痛みを感じたり、大自然をそのまま体験できる場所です。ダメだ。いてた。おお、リカルド、大丈夫なものか、この丸。鼻がすごく大きいね。前からハゲじゃ。しかも、クラゲサバイバルガイドによると、じゃあスポーク山に登って王様クラゲの。そうしてて、心配。
はクラゲ取りはできないな。ロボットを釣るんだ。春風みたいに爽やかだ。スポンジボブ、今日は誕生日だぞ。やあゲイリー、元気？うわあ、バンジージャンプだ。
ここにいるよ。ロボットに囲まあれマーメイドマンの足をマッサージ、助けて、足のマッサージが効いて足の爪を切る、今行くぞ。
大好き。すごく面白かった。またいつかやろう。風みたいに爽やかだ。新品のスポンジになったみたいだ。春風みたいに爽やかだ。新品のスポンジになったみたいだ。やあ、スポンジバブ。おう、君。そりゃそうだよ、スポンジ。だってロボットや。あ、そうだ。これを見つけてきたよ。なんだかわからないけど大事なものっぽいから。ありがとうパトリック。僕はずっと走り回ってて疲れちゃって。いいよ。やったやったやった。とっても綺麗だ。持ち物がすごくたくさんあるね。爆発しそうだ。
ポンジボブのパンツサイズが合わないみたいだな。この薄のろ石が喋った。あこっちだ。で、あ、やあプランクトン。それも非常に魅力的。おいらも昨日変な。よく聞け未来の手下よ。クラゲ洞窟に行くんだ。そこの看板の指示にした。そしたらおいらをお前の命は救って。うわあ。暗くて怖い洞窟。あ、みんなにプレゼントだよ。ピカピカで眩しい。サイズが合わないみたいだな。
とっても綺麗だ。痛い。スポンジボブのパンツサイズが合わないみたいだな。痛い。良くなったよ。王様、それはよかった。あの怪物大変な仕事。やった！黄金のフライ返しを見つけたんだけど、島をうろつくロボットが盗んで湖に投げ込んで。わかったよ。おお、木のプレゼントだ。サイズが合わないみたいだな。島のロボットから黄金。え、
くなったよ。サイズが合わないみたいだな。Nice!